すいません、聞いてもらえますか。私彼氏と同棲してたんですけど、突然汚いアゴヒゲが現れて川に捨てられちゃって。お前だったんかい。しぶとくしがみついてきたんで始末してここまで逃げてきたんですけど、もしかして銀さん彼の差し金かなと思って。確かに彼の食べかけのプリンとか食べて関節キスとか喜んだりしてたけど、それ汚いアゴヒゲと関節キスしてるだけだから。やっぱりああいうのが勘に触っちゃったのかなって。つーかおめえらはプリン以外に反省すべき点はないのか。ちょっと待てよ、じゃあ将軍は一体どこに。あなたとその汚いアゴヒゲ以外に同居人はいませんでしたか。他には誰も見当たらなかったけど、それが何か。ひょっとしてこれ最初から将軍なんて押し入れにいなかったんじゃねえのか。毛玉が怪我させたのはこいつかアゴヒゲで、将軍の件は偶然状況が似ているだけの別件だったんじゃねえのか。そうだそうに違いない、事件は現場ではなく会議室で起こってたんだ。私は一体どうしたら彼に許してもらえるんでしょうか。心配しなくても彼はもう全然気にしてないと思いますよ。え、本当ですか。アーメンですか。全然アーメンですよ。新品のプリンでも冷蔵庫に戻しておけば今回はサービスで許してくれると天も言ってます。よかった、実は私そんな気がしていたの。じゃなかったら私を川に捨てた時浮き輪なんて投げてくれるわけないもの。事件は会議室どころか懺悔室で起こっていました。じゃあプリンと一緒にこの浮き輪も彼のところに返しておこう。アーメン。待て、アーメン取り消し、アーメン中止。